いやあ、せつなけいすけだよ。メイプルストーリー M。このゲームを実況したいと思います。メイプルストーリーっていうゲームは、オンラインゲームは、10年以上前からサービス続いておりますので、知っている方は多いかと思いますが、そのメイプルストーリーが最近ね、モバイル版、つまりスマホ版に、登場しました。ということでね、俺が尊敬している有名実況者さんもさ、このゲームを布教してますのでね、今回それをやっていきたいと思います。ちなみに切なきやすきはね、メイプルストーリー一回もやったことないからね一回もやったことない状態でいきなりモバイル版に参入していくからね初メイプルですよ、初メイプル。メイプルストーリーのどういうところがメイプルなのか全く知らないからな。なんならこのスタート画面のこの5人やってさ、どういう関係性を持ってこう並んでいるのか、ただスタート画面に映るという仕事のためだけに並んでいる、ただのビジネスパートナーなのか。これがなんかキャラクター作成の場所らしいですが、こんな感じでね、なんかよくわからんけどアランっていう役職があるんですよね。アランは暗黒の魔法使いを封印した5人の英雄の一人で、5人の英雄なんかホカゲみたいな、ナルトでいうホカゲみたいなやつがおるんやななんかすごいこういうアランっていう役職にこのシグナスとかいうすごい若からし頃の小林幸子みたいなやつもおるけどあと通常の冒険者みたいなやつもねおりますね。まあ俺一応初心者やけんさ、こういう普通の冒険者から始めていくべきだと思うんで、これやりますねこういう感じでなんか役職もいろいろあって、キャラクターの自分のキャラクターの容姿もパーツでいろいろ切れいじれるらしいですね。たださ、この真ん中のデフォルトの男の子さ、なんで髪型がコボちゃんなん。ヒーロー両手剣とかの最高の選手とか言われてるあとパラディン、片手剣やな。あとクロスボウマスターで遠距離系の攻撃もできるやつがおる。あとシャドウとかアークメイジ、属性攻撃か。バイパー、ダークナイト、ボウマスター、ナイトロード、ビショップ、シャドウバーズ、キャプテン。俺は今回ヒーロー行くだ。やっぱ俺ヒーローになりたかった人間やけどな、このゲームの中だけでもヒーローになるわ俺でキャラクター作成か、かっこいいキャラクターにしたいな。これで行くか。うん、名前か。名前はあ、7文字いけんのじゃ。あ、マジか。切なけいすけできんで。6文字までな。バリバリネカマプレイしそうな名前になっとんねんか、お前。よっしゃ、行くぞ、切なけいこ。これでメイプルの世界に。なんこれ。操作管理。あ、操作方法か。なんか白猫プロジェクトみたいな、この真ん中のやつをずらすようなやつと方向キーで、俺白猫プロジェクトやったことがあるけん、多分こっちの方がやりやすいかな。なんだこれ、チュートリアル的なやつ。はじめまして、新米冒険者さん。いやあ、新米冒険者の切なけいこ、こっちに来てくれない。なんすか先輩、いきなりなんか先輩として後輩に指示出すんすか。パシに使う気かっすか、お前。そういうの良くないと思いますよ。舞ちゃん。あ、舞ちゃん。スカート短っそんな戦ってたら、スカートめくれますよ。なんなん、ソードアートオンラインのアスナナミスカート短い。前の前に移動してください。なんすか、集合っすか、先輩。よっすよ、先輩。俺は別のとこ行くっすよ。来ましたよ、先輩。いらっしゃい。今からあなたお友達に頼まれた通り、メイプルワールドを冒険する方法を教えるね。準備はいい？俺、自分、メイプルワールドに今来たところなんですけど、友達なんかいないっすか？
はい、わかりました。はい、終了、終了です。はい、前に話しかけてください。これタップすればいいかな。よし、では最初にクエストを進める方法を教えてあげるね。あたいの頭の上にあるクエストアイコンをタップしてみて。はい、 OK。 これね、なんか本みたいな、もみじの絵が描かれた本みたいなのがあるけど、よくやった。クエストを遂行すると報酬がもらえるんだ。では最初のクエストを見事にこなしたご褒美、ちょっとしたプレゼントをあげるね。わあ、お下がりの装備くれたんやけど。え、何これ、舞ちゃんが使ってたから舞ちゃんの汗がぎっしり詰まった思い出の。いいの、思い出のやついいの。くんかくかしたら舞ちゃんの匂い出てくるかな。サクセス。今度は段差がある地形を移動する方法だよ。高いところに登るためにはロープを使うんだよ。ロープの下でジャンプキーを押してロープに捕まった後、上へ移動するとロープを登ることができるんだ。さあ、あたいがいるところまで上がっておいで。あー、そこか。あれ、その角度、スカートの中見えない？スカートの中見えないねえ。あ、もうちょい右の方に、てか舞ちゃん足元にさ糸を垂らしてくれとったら見えとったのにな。惜しいな。今度は下に降りてみよう。下へ移動した状態でジャンプキーをタップすると下方ジャンプできるよ。下の方ジャンプできる、ジャンプして降りるんじゃ。こうして、こう下にあった状態でこれが、なるほど。うん、ここまでできたならポータルの使い方も問題ないだろうね。ポータルの前に立って上の方向キーを押すと他の場所に移動できるんだ。サクセス。なんかちょいちょいサクセスが、サクセスに熱にこもっとんな、このゲームなんか知らんけど。ポータル、これか、この光をよるやつかに入って、上シュン、こうか。 OK、 マイ先輩でんでんの丘とかすごいつけてこられた。食べると回復する。安全な冒険のためにポーションを欠かせないもの。いつでもすぐに使えるようにこのポーションをアイテムスロットに登録してみて。え、くれるすか、ポーションを。メニュー、インベントリー。あ、リンゴくれたんだよ。リンゴ30個もくれた。前じゃの実家リンゴ農家か。リンゴをタップした後、なんだろうこれ。リンゴ農家なんかな、なんなん、青山県の出身の人なん。リンゴ出てきた。なんかなしもあるけど。1番目と2番目のスロットには自動戦闘バフ、テレポート関係関連の消費アイテムを登録できるわ。そして3番目のスロットには HP ポーション、4番目のスロットには MP ポーションを登録できるわ。ああ分けられとんじゃこれ、4つあるけど。経験値めっちゃくれた。あとフルベタメダルコイプとかいうよくわからんの手に入った、なんか軍人の人がかぶってそう。何何スキル。メイプルワールドにはあらゆる危険が潜んでいるから冒険するためには戦闘能力が大事よ。スキルウィンドウで使用できるスキルを確認してスキルスロットに登録してみよう。はい、なるほど。メニュー、スキル、これスキル、これか。スラッシュブラスト、結構かっこいい名前のやつがをレベルアップすればいいんか。スキルレベルが1に上昇で、それをセット、どこセットすればいいんですか。必殺技だけんこの辺でいいんちゃう。あ、こっちか、こっちにしろってこ。では左上見たらさ、いつか俺レベル3やっとんやな。なんかこのゲームさ、なんかはい、聞くところによるとレベル上限が150ぐらいまであるらしくてさ。つまり俺、大人の階段3つ登ったんやな。まだまだ険しい道のりじゃ。レベルが上がるごとに、
スキルポイントで熟練度を上げることができて、新しいスキルも習得できるんだ。成長すればするほど冒険がもっと楽しくなると思うよ。そうやな。なんだかんだ言ってさ、メイプルストーリーっていろんな人とチャットしながら冒険するのが醍醐味らしいけんな。オッケー、チャットする相手おるんかな。俺古びたセルティス、サクセス。サクセスだけはちゃんと読まんかったら、ちゃんとサクセスってちゃんと強く読まんかったら、サクセス重要な言葉やけんな。このゲームにおいてサクセス、このゲームはサクセスゲーやけんな。お前もうパワフルプロ野球とこのゲームぐらいやぞ。サクセス強調してくるのは選択の分かれ道。なんなん選択の分かれ道って。俺このままメイプルワールドにいていいのかなみたいな選択が迫られるんか。重い話やな。旅の始まり、あ、旅な、冒険者としての第一歩だ。さて本格的に冒険を始めてみよう。冒険に旅立つ前にまずは友達に会ってみよう。え、友達いんのこのゲーム。え、この世界に友達いんの。俺多分作った覚えないよ。この世界に降りて10分ちょっとやけど、これ作った覚えないけど。ポコちゃん来た。え、30個舞ちゃんから、舞ちゃんの農家から30個もらったのに、さらに報酬で10個くれるの。待って、俺の家の倉庫、リンゴだらけになっちゃうよ。あとなんかいつもかつけてるし、なんかいつもか斧持っとるじゃないか、お前。唐突すぎるだろ、お前。物騒やな、お前。冒険するからってさ、これから冒険やけんってさ、剣振れるんやな、これで。剣じゃなくて斧やけど。誰がおる？誰このロンドってやつ。オリビアのせいで面倒なことになったのさ、左上のやつ。話とかできんのかな、これ。あ、なんか勝手に動き始めたんやけど。なんか勝手に動き始めたんやけど。ロンド、私が何をしたいのか分かってるんでしょ。一度でいいから帽子に隠したり、髪飾りを触らせてほしいの。ねえ、切なケイコ、あなただって気になるでしょ。知らねえよ、お前たちのことなんか。まずお前たちのことなんか友達だと思ってないもん、俺。友達、出会ってすぐに友達になれるぐらい、友達って言葉は、薄くねえんだよ。あんまり巻き込まれたくない。あ、ロンド、気をつけて。うわ、オリビア、何するんだよ。頭から手をどけろって。あ、帽子、俺の帽子が。やだ。帽子を取ろうとしただけなのに風に飛ばされちゃうなんて。ロンドンごめん。何このやりとり。何、俺の友達を自称する二人のよくわからんチワ喧嘩を見せられなあかんのだ。え、オリビアが逃げた。てかメイプルストーリーってさ、喋る系の主人公だったやな。普通に切な稽古喋り始めたよ。で、すばしっこいやつ、お前お前そんな耳ついてたん。こんな格好じゃ追いかけられないし、ただじゃおかないぞ。切な稽古、ボケットオリビアの後ろ姿を見ている場合じゃないぞ。早く俺の帽子を探してくれ。あいつを止めなかったお前にも少しは責任があるんだからな。俺ストーリー通りに、ちょっとストーリー通りに話進めてるだけですけど。帽子は右の方に飛ばされたみたい。こんな姿じゃ恥ずかしくて出歩けないから、俺はここに隠れて待っているよ。はーい。すごい伏せてるやん。あ、これオートの機能とかあるんじゃ。なんかここタップしたらオートの切り替えができるらしい。この矢印ついてるところで。すごいグタッとしてるやん、お前。真夏の犬か、お前は。こいつらが話しかける先。あの人たちは誰だろう。この島でよそから来た人は初めて見る。ずっとここに立っていたならロンドンの帽子を見たかもしれない。向こうから帽子が飛んできませんでしたか。ヒソヒソ、なんだヒソヒソって返事は。くせけさ、失礼な人たちだな。私話しかけたのに返事もしてくれないし、二人でひそひそ話をするなんてなんか嫌な感じ。切な恵子ちゃん、ちょっとさ、胸とか股間のあたりとか押さえた方がいいよ。見てるよ、こっちじろじろ見てるよ。経験値
レッドメル、レッドメル、ちょっとエナジードリンクの名前とちょっと被りますね。イノシシ、イノシシ、ガチでイノシシの音だよお前、いつねかお前。いきなり手に入れた、いきなりもらったイノシシをいきなり乗りかかるなお前。イノシシが、え、な、何だぶーみたいな感じで思ったら、びっくりしたわ、どう思うよお前。なんか呼び出されたと思ったらいきなり乗られてるぶーって。こいつは何なん。失礼いたしました、帽子を探してると言いましたか。はい、もし持っているなら返していただけますか。友達が持っているんです。お友達の大切な帽子はここにはありません。でもどこにあるかは知っています。ただし教えるには条件があります。私の質問に答えてくれるなら帽子のありかを教えてあげましょう。よろしいですか。うわ、周りくどいこいつ。そんなことせんでも。何の質問かはまだわかりませんが、私に聞いてもあまり役に立たないと思いますよ。やめて、そう言いながら刹那恵子ちゃんの3サイズとか教えてくれるんじゃないですか。どうせ俺が作ったキャラクターやけん3サイズボンキュッボンだろうし、もうこの立ち絵やけん分かりにくいけど、多分ボンキュッボンだろうからな。大丈夫です、ただ正直に答えてくださればいいのです。まずお名前を教えていただけますか。刹那恵子です。刹那恵子さんはシグナス女王にお会いしたことはありますか。あれ、シグナス女王ってなんか契約作戦の時におったあの若かりし頃の小林幸子かな。ありません。誰なのかもしれません。それなら暗黒の魔法使いの軍団長やブラックウィングの団員を知っていますか。何その組織、何その世界にはびこる悪い組織みたいな名前のやつ、何。全く知りません。聞いたこともありません。私は島から出たことがないので、ここに住んでいる友達のシュガー、テス、オリビア、ロンドしか知らないんです。メイプルワールドに彼らを知らない者がいるとは珍しいですね。では最後の質問です。夢のかけらを知っています、知っていますか。夢のかけら、知りません。何ですか。知らないなら結構です。質問は以上です。やはりあなたは私たちが探している人ではないようですね。とにかく約束通り帽子の行方を教えましょう。少し前にデンデンたちが風で飛んできた帽子を拾っていきました。デンデンたちを懲らしめれば、焼き栗屋の帽子を取り戻せると思います。そんな名前の帽子だったんだ。デンデンってさっき、経験値に、経験値稼ぐに戦いようだな俺。カタツムリデンデンって言うやな確か。来た、おい、いきなりバックアタック決められたんやけど、80もダメージ食らわされたんやけど、お前どうした。あ、もう帽子ってねえじゃん。到着。ああ、なんかいい人だったんかなこのよそ者 M さん。すごい怪しい目をしているが、ありがとうございます。あと自動オートは俺は使わない主義。ひょめちゃん確かに帽子あるな。ああ、邪魔だよ豚。なんでこんなに遅いんだよ。帽子を石から作ってるのかと思ったよ。とにかくありがとう。これで早く耳を隠さなきゃ。え、ロンド、その動物みたいな耳、耳隠さじゃなくて本当に耳だったの。うん、これ秘密だからな。オリビアには絶対いちゃダメだぞ。だから隠してたのか。可愛いから隠さなくてもいいのに。わ、めっちゃお礼くれた。レッドメル、レッドメルってなんだ、わからんけどさ、飲んだらパワーアップしそうな名前だな。よっしゃ、豚はもういいよ。なんか後ろについてるんですけど、なんかよくわからんやつが後ろについてきたんやけど、なんかイシシのシシポジションのやつがおるんやけど、先生、ゾロリ先生みたいな感じで押しかけてくるんやけど、やめて、俺ゾロリ先生じゃない。そうだ、さっきテスが聞いてた。俺は帽子がないから隠れてたんだけどね。テスったらタイミングが悪いんだから。とにかく隠れていたテスの独り言が聞こえてきて、どうもシュガーに何かあったらしい。なんだって、耳が大きいから独り言まで聞こえたのかって。そこは触れないでくれよ。ちょいちょいさ、ツッコミようやな。切な稽古もちょっとここを字が出てないだけでツッコミようやな。耳の話はもういいから
みんなに会いに行ってみよう。シュガとテスは今頃アムホストにいるはずさ。俺は足が速いから先に行って待っているよ。一緒に行こうぜ。友達だったら一緒に行こうぜ。お前足が速いってレベルじゃなかったぞ。今週間移動してたぞ。お前こっちかな。メイプルワールドアムホースト、なんか来た。誰これ、なんか来た。あとイベントに関係ないやつらだった。なんか喋りたそうにしてるから喋りかけて言ってあげよう。俺は優しいからな。あ、ショップだったんじゃ。あ、店ね。あー、ここが店だったんじゃ、お前。あー、で、こっちは、じゃあこっちは商店とかそういう感じのやつなのかな。シード、種。あー、あー、武器防具のところね。いろいろあるんやな。じゃあこっちは、なんだ、うさくさ。なんかこいつになんか頼み事したらえらい目にありそうな感じのうさんくさい。おお、いろいろある。あ、こっちはなんか遠距離系の武器の方なんでな。あ、そうなんかな。戦士とか盗賊もあるで。なんで2つもこうあるんだろう、わからん。街があるんだ。ああ、ロンドおるでないか。お前ロンド、何お前人影響なの。お前ふざけんなよ。お前ふざけんなよ、お前、お前。で、どうしたん？あ、シュガーか。そうか、そうか。刹那稽古、ロンド、大変よ。メイプルアイランドに危険そうな侵入者が現れたの。近くに、悪意を持った者たちの気配を感じるわ。近いうちに何か悪いことが起きそう。占い師みたいなことを言ってるな。あとすごい頭をボンパーしてるな、なんかちょっと。マッシュルームヘアってやつかな、これ。もしかして、ロンドの帽子を探すときに会った二人のこと？確かに怪しかったけど、危険そうには見えなかったな。っていうか、強そうには見えなかったな。モミジの木に誰だ、お前は。いきなりできて誰だ、お前は。モミジの木に雇ったメイプルワールドの精神。シュガはその女神の分身なんだ。だから、この島の異常な霧を感じることができるってことさ。どうした、お前。それはお前がドヤ顔で言うことではないぞ。うん、だからみんな私から離れないで。私が守れるように近くにいてほしいの。そう言われてみると、刹那稽古、お前がこの島に初めて現れた時もシュガが最初に気づいたな。あの時は本当に驚いたよ。なんか過去編が始まってる。うん、メイプルアイランドは冒険者たちの島なのに、刹那稽古からは私たちと違う不思議なオーラが感じられたの。それですぐに気づけたのよ。あの時、俺たちが交代で気を失った君の世話をしたよな。やっと目を覚ましたと思ったら何も覚えてないって言うから、シュガが名前までつけてやったな。刹那稽古、シュガがつけたん。わあ、ありがてえな。ちゃんと覚えているよ。いつか必ず恩返しをしたいと思ってるんだ。おいおい、この臭い雰囲気はなんだ。今は思い出に浸っている場合じゃないぞ。メイプルワールドで最も平和な島に侵入者が現れたんだ。しかも俺たちは奴らの正体も目的も知らない。油断しちゃダメだ。なんか侵入者が現れるらしい。オリビアじゃ。そうじゃ、オリビアを探しに来たんじゃなかったっけ。オリビアはどっかシュンって消えていったもんな。オリビア到着。そういえばオリビアと一緒じゃなかったんだ。探してんだよ今。探そうと思ったのにお前が声をかけるから一回止まってんだよ。うあいつの名前を出すなよ。はあ、また喧嘩したな。でも島に危険な侵入者が現れたことをオリビアにも知らせないと。みんなで手分けして探そう。え、東へ行けってか。オッケー。お前ら本当に探そうとしてるか。お前一歩も動いてないだろ。お前、あ、オリビアおった。キャー、あー、あれ服装変わった。あ、オリビアの悲鳴だ。まさか侵入者に襲われたのか。悲鳴だも何もそばにおるだろう今。
オリビア、大丈夫？どうしたの？あ、勇敢な刹那恵子さん、勇敢なんて。お前、助けてほしいからって、何をお前、おだてようとして勇敢なんてつけてんだ、お前は。そこにいるスライムを倒してください。オリビア、どうして急に恵子を使うの？あ、はい。何のことですか？私は第二隊とも敬語を使う礼儀正しい人ですよ。嘘つけ。それよりお願いがあります。あ、足をくじいてしまってアホなんじゃ。え、もしかしてスライムに、服溶かされたから、いやエッチな状態になってる。だからか、もしかしてだから服を、ちょっと待って、今ストップストップ。おだからお前服着替えてんの、もしかしてさっきと服装違うの。え、スライムちゃんと遊んであげなさいとか言ってたらゲーム進まんじゃないか。今7体、あ、ちょっとアクロバティックな動きしたぞ今。なんか知らんけどアクロバティックの動きしたぞお前。これか、はい。あと1体、おー出てきた。もう無限にも湧くじゃないか。倒したよー。スライムごときにこんな屈辱を味わうとは。これも全部カヤのせいです。黒い頭巾をかぶった人たちにいきなり襲われました。あの恐ろしい力、今考えてもゾッとします。私は奇襲に驚いて逃げている最中にスライムとぶつかって足をくじいてしまいました。え？スライムとぶつかって足をくじくってどんな状況なの？スライム柔らかいのに。そして身動きが取れなくなってどうしようもない時にスライムの群れが攻撃してきたんです。ちょうど刹那恵子さんが来てくれなかったらさらに大怪我をしてしまったかもしれません。ああ、じゃあ俺命の恩人なんじゃ。じゃあ感謝してもらいたいものだな。さっき会った人たちも黒い頭巾をかぶっていたな。やっぱりあの人たちがシュガを言っていた侵入者だったんだ。そうでなくても侵入者について警告しようと君を探していたんだ。一体彼らは正体は何だと思う？ペリー、よくわかりません。確かなのは彼らの狙いは刹那恵子さんということです。刹那恵子さんについて聞かれて友達と答えたら攻撃してきたんです。本当に？でもさっき会った人は人違いだと言っていたのに。そんなの嘘に決まっているでしょう。あなたを油断させるために違いないわ。この小さな島では見つかるのも時間の問題です。今のあなたの力では相手はできません。早く逃げてください。うん、わかった。支えてあげるから早くシュガのところに行こう。きっと守ってくれるはず。何を言ってるのですか。女神でもないのにただの分身でしかないシュガが本当に私たちを守れると思ってるんですか。私たちが力を合わせても太刀打ちできませんよ。シュガ、そんなこと言われてるぞお前。ただの分身でしかないとか言われてるぞお前。今は逃げるとか先です。右側に行けば船着き場があります。そこで船に乗り、こう島から脱出してください。彼らに見つかる前に急いでください。私もすぐに後を追います。なんかすごい壮大な話になってる。島から脱出とか、なんかすごい壮大。レベル5。ああ、こんな壮大な話なんじゃ。姉ちゃんもうちょい服脱ぎ取ってもよかったんやで。はい、そんな感じでメイプルストーリーの序盤ちょっと30分ぐらいやりましたが、こんな感じでゲームが進んでいきまして、意外とスマホなりに操作性があるっていうことに気づきましたね。なんかこういう感じで操作は思ったよりは難しくなかったと思いますね。はい、あと後ろにそれか古文ができてましたね。ファッション展開についていきませんね。まあこの先いろいろストーリーが続くと思うんですが、そっちの方は皆さんが実際にプレイして確かめてみてください。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。週上げ